今年の帰国選手は沢村か。めっちゃ衰えてる。さすがに39歳ともなると厳しいね。沢村はオリックスが獲得してました。これだけ衰えてても獲得されるんだね。今年のポスティング希望は平良か。なお却下された模様。能力も成績も圧巻すぎる。千賀、2回目の FA か。急速に衰えは来てるけどまだまだバリバリやれそうだね。栗林いいな。この能力と成績で1億5000万はなかなか安い。森下は1000万の差で B ランクか。基礎ステータスはいいけど特能がちょっと寂しい感じ。今年は栗林と交渉します。提示条件は1億5000万の3年契約で、所持金的にこれ以上の額は厳しいね。してくれないか。これはまあしょうがない。千賀が中日、森下がロッテに移籍か。そして栗林は残留と。それにしても保証本当に金銭ばっかりだな。外国人選手の調査依頼を出します。今回は決め球のあるリリーフで依頼。いい選手を見つけてきてくれ。自由契約選手を見ていきます。今年もいい選手いるかな？オースティン、衰えてもなおこの能力か。未だにミート力を維持してるのはすごい。山川だ。パワーはまだまだあるけどこのミート力で三振持ちだと厳しいか。森、獲得されたけど使われなかったか。この能力ならもうちょっと成績残せそうなもんだけど。お、の前いいじゃん。これは守備走塁要因としてまだまだやれそう。外野の守備固めが全然いないし獲得は大いにありだな。ちょ、なんでこの能力でクビなんですか。まだまだ普通に先発ローテ回れるでしょ。お、田口だ。リリーフなら普通に戦力になりそう。基礎ステータスはいいんだけど、軽い球一発フライボールピッチャーはめっちゃ被弾しそう。P
ピッチャーは戦力になりそうな選手が結構いるな。パワーはすごい。たださすがにミートが低すぎるか。お、この外国人結構いいな。ただちょっと特能が寂しいか。成績は残してるけど。結構いいピッチャーだな。たださすがに4億5000万はふっかけすぎ。外国人先発の要求額えぐいって。能力はいいけどちょっと高すぎる。4億8000万って。ボーゲル、1億2000万か。今季赤石がブレイクしたし、外国人枠の関係もあるのよね。できればリリーフに咲きたい。お、結構パワーあるな。ミートを鍛えたらって感じ。外野手に向いているらしいから使うなら外野か。あ、ヘイグだ。今季出番なかったのか。お、この選手結構面白いな。走塁が気になるけどなかなかいい特能持ち。パワー高。なんか今年こういう選手多いな。守備の急成長、かっこ守備練習させるとは言ってない。米谷、古澤はどこか拾われるかな？米谷はどこか拾ってもおかしくなさそう。お、ボーゲルと米谷が拾われた。二人ともセリーグの球団か、頑張ってほしい。今年は今永、野間、田口の3人を獲得。よろしくね。
良さそうな外国人ピッチャーがいなかったので条件を変えて再来。キャリアを指定しなかったら30代の選手ばっかり来ました。やっぱり若手か中堅で指定するのが一番いいかな。春季キャンプ前に練習機材を購入。だいたい1年で壊れるからこの買い替え費用がバカにならないのよね。春季キャンプの練習設定が終わりました。二宮は逃げ球習得練習。今年で覚えられるか結構微妙なライン。内堀は球持ち丸習得練習。佐々木はチェンジアップ習得練習。まあ覚えたらラッキーってことで。衰退期って変化球覚えるのかな。稲峰は球持ち丸習得練習。特能をがっつりつけていきたい。五島は脱三振習得練習。これ覚えたらさらに成績が良くなりそう。杉崎は緩急丸習得練習。開幕までには覚えられそうだね。岩井は切れ丸習得練習。こっちも開幕までにはいけそう。カノは脱三振習得練習。基礎ステータスはいいし、あとは特能を持っていくしかない。矢抜きは内角攻め習得練習。これが終わったらそろそろ3球種目を覚えさせたい。筒井はファーストサブポジ練習。いきなり足転向はせず能力判明までは様子見します。野沢は脱三振習得練習。これが終わったら変化球を伸ばしていきたいな。マクタはシンカー習得練習。淡路はスクリュー習得練習。山内はスライダー習得練習。橋上はスクリュー習得練習。牧田はシュート習得練習。めっちゃ変化球習得練習させるじゃん。これだけやったら最低でも2、3人くらいは覚えてほしい。幼いはキャッチャーアップ練習。もうすぐキャッチャー B か。さすがにキャッチャー A までは上げなくてもいいかな。小滝はサードサブポジ練習。これで最低限は守れるようになるね。有本もサードサブポジ練習。オプションはつけておいて損ないからね。赤石もサードサブポジ練習。いやサード多いな。池上は内野安打丸習得練習。せっかくの総力を生かさない手はないでしょう。
重松はさよなら男習得練習。だいぶ時間かかったけどそろそろ終わりそうだね。横内はセカンド転向。どうやら守備型らしいのでそっちの成長に期待。鬼怒川はファーストサブポジ練習。これでファーストの適性が最大になるね。栄もファーストサブポジ練習。お、栄万世か。笹森は固め打ち習得練習。これを覚えたらそろそろ基礎ステータスを上げていっても良さそうかな。アーチャーはサード転向。片C守備 C のサードはなかなかいい。お、山内と牧田が4球種目覚えた。これは大きい。あ、でもそれ以外はいないのか。4球種目だけってのもなかなか珍しい。重松がついにさよなら男に。時間かかりましたね。キャンプ終わりに練習を再設定してきました。鬼怒川は逆境丸習得練習。打撃は特能で補っていきたい。栄はアベレージヒッター習得練習。この特能の山に阿部日までつけたら結構エグいことになりそう。さあさあオープン戦。オープン戦で完封する男。お、赤石にホーマー。マクタモーシンカー覚えたのか。早い。お、ボーゲルスタメンで出てる。試合には負けるし、ボーゲルはノーヒットだし、いいことなし。まあまあまあ、早乙女よかったね。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。